皆様、この度北海道ボールルームダンス連盟はダンス競技会の解説番組を制作し、 YouTube など通じて皆様にダンス情報をお届けすることになりました。本日2020年9月20日はここ小樽市稲北コミュニティセンターにて全道シニアダンス競技会が開催されております。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から無観客にて大会を開催しておりますが、会場にお越しいただけない皆様に少しでもダンス情報をお伝えできればと思います。さて本日はダンス競技会の解説やダンス談義を行っていただくためにコメンテーターをお呼びしております。まずは1人目、 SNS でタキシード社交ダンスとしても活躍しております元北海道プロラテンアメリカンファイナリスト、ダンスクリエーション松本の松本陽平先生です。皆様こんにちは。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。続きまして、元北海道プロスタンダードファイナリスト、本間ダンススタジオより本間麻里先生です。皆さんこんにちは。本日はよろしくお願いいたします。緊張しています。はい、私も緊張しています。皆さん本日はよろしくお願いいたします。申し遅れましたが、私本日進行を務めさせていただきます、平田敦と申します。よろしくお願いいたします。先生おしゃれなマスクしてます、ね、ありがとうございます。よくぞ聞いてくれました。今日ですね、奮発しまして京都 の西陣織ってあるじゃないですか。すごいですね、西陣織のマスク買ってみました。実はですね、これ1枚であと2枚あるんですよ。来月の、解説動画のたびにちょっとおしゃれしてみようかなと思って、ちょっとゴールドのラインがね入ってるものになります。まあ今日ね初めての試みですから、こんな感じでいろいろねハプニングがあると思いますけれども、はい、楽しみながら進めていきたいと思います。私は西陣織ですけど、皆さんもねちゃんと飛沫感染防止のためにマスクね着用させて進めさせていただきます。ちょっとね聞き苦しいところあるかもしれませんが、ご容赦いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。有先生もキラキラして、そうですよね。いや手作りで、最近だから、はい、みんなおしゃれのためになんかいろいろやってますよ ね、 すね、ドレスの服に合わせたものですとか、だからなんていうかな、ピンチをチャンスに変えるというか、そうですね、まあ、そういったね工夫はね、そうですね、はい、ありがとうございます。さあ早速ですけれども、本日の競技会の流れを説明していきたいと思いますけれども、従来JBDF 北海道、まあ、北海道ボールルームダンス連盟ですね、略して JBDF 北海道と言いますけれども、まあ、開催していたダンス競技会ですね、アマチュア部門という部門、そして35歳以上が出場するシニア部門、本日の部門ですね、そして55歳以上が出場するグランドシニア部門、小学生や中学生が出場するジュブナイル、ジュニア部門、そしてプロフェッショナル部門などに分かれておりまして、それぞれラテンアメリカンスタンダードとあるわけなんですけれども、非常に多くの部門で幅広い年齢層のダンス愛好家の方々が競技ダンスを踊るわけです。現在新型コロナウイルス感染症の影響で、今まで通りの方法でダンス競技会開催することは非常に難しくて、まあ、全国的にダンス競技会開催中止が発表されておりますね。そんな中で我々 JBDF 北海道ですね、いろいろと対策講じながら、今回ですね、この辺かな、ワイプ出てると思いますけど、左上の方にね、無観客で大会運営のね、役員も必要最低限の人数で会場にいるということで、感染防止、感染拡大防止対策を行いながら、35歳以上の選手が出場するシニア部門と、55歳以上が出場するグランドシニア部門のみの開催として、出場選手の人数制限をした状態で大会開催をすることになりました。まあ、現役選手ね、ちょっと人数もっといるんですけれども、今日は少し人数を抑えた状態で開催すると、そんな流れになってますね。さて、コメンテーターの松本先生にお聞きしますけども、はい、先生、今もう引退はされたと思いますけども、はい、どのぐらい経ちましたか？ですね、私一昨年の2018年11月11日の同心スポーツ杯で引退させていただきましたので、丸2年と9日経ちました。丸2年と9日、怖いですね。はい、さすが2年と9日経ちましたか。まあでもまだね、引退して間もないっていうことで、現役選手の、ね、気持ちに寄り添える状況だと思うんですよ、はい、正直まだね、はい、ですので現役選手の気持ちになっていただいて、はい、ダンス競技会っていうものは
選手にとってどういうものなのかと、その辺ちょっとコメントいただきたいんですよ。はい、現在のような新型コロナウイルスの感染状況がですね、未だ収束を見せない中、ダンス競技会を開催することに対しては様々なご意見があると思いますが、選手にとっては自分のダンスを披露することができる競技会というものはなくてはならないものだと思いますし、競技会があってダンスの技術が磨かれて成長していくものだと思ってますので、観客、無観客やマスクの有無などいろんな制限はありますが、自分が現役選手だとしたら開催していただけるだけでありがたい、競技会があるだけでモチベーション上がりますので非常にありがたいと感じると思います。そうですか、やっぱり選手にとってはね、競技会というものが、はい、まあ、非常に価値があって、はい、やっぱりなくてはならないと、貴重なものだと、はい、そんな感じですかね。はい、いや本当にもう素晴らしいコメントありがとうございます、はい、まるで用意されたかのような。そうですか。で誰かが用意してくれた。いやでも本当に嬉しいですよね、こういう競技会ね、開催できるっていうのはね。そうですね、もう半年以上経ってますからね、はい、最後にやったの2月の競技会ですから。やはりあの選手にとってこの1年1年というのは非常にあの大切ですから、ある1年競技がないっていうのは非常にあの辛いと思いますので、あの後期でね、こういうふうに開催できたというのは非常に、そうですよね、大変素晴らしいと思います。実際ね、選手、まあ、自分の生徒さんもそうですけど、まあ、こういう、ね、形式でも競技会開催してもらえるだけでも嬉しいと、はい、感謝してますという、ね、言葉だったり、まあ、運営する役員の、ね、先生方の苦労もすごい大変だったでしょうみたいなねぎらいの言葉も、ね、もらってます。で実際の今回ね、この大会準備するのは地元の小樽支部の先生方すごく苦労したことと思うんですよ。感染対策だったり、まあ、施設との交渉であったりね、まあ、そういったことはありますけども、まあ、私からもお礼申し上げます。小樽支部の皆さんありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、しっかりこうやって解説進めていきたいと思いますのでよろしくお願いします。で、私事なんですけども、まあ、今日ねコメントいただくマリ先生なんですけども、大先輩なんですよね。で私ダンス始めたのが大学の部活動で、確かね2年生ぐらいの時に、まあ、あるダンス教室の、まあ、言っちゃいますけども、鎌田ダンス教室のパーティーにダンサーのアルバイトで伺ったことあるんですよ。その時に本間先生ペアのスタンダードのデモを見て、プロのスタンダードすげえと、いやそんなね思ってたんですよね。もう感動して、まあ、スタジオ戻って森下先生に、いや行ってきてすごかったと、ありがとうございます。まあ、そんなようなことね思い出しましたけどもね。お恥ずかしいです。懐かしいですね。私たちの師匠の鎌田先生のパーティーの出来事だったんですけどね、まあ、当時私たちも学生さんで優秀で目立った平田先生がそのパーティーの会場に来てたっていうのを本も覚えてまして。あ、そうですか。はい、だからずいぶん長いお付き合いになるんだなみたいな感じですよね。そうですね、もう20年経ってますけどね。いやでも懐かしいですね。やっぱりね、プロの踊りをアマチュアの時に見れたっていうのが、やっぱりその自分もそこから卒業してプロになったわけですけども、早い段階でプロのねすごいのを見たっていうのが、まあ、きっかけにもなったかなと。まあ、そんな懐かしい思いをね今語りましたけども、まあ、こんな感じでですね、お二人にはね、ダンス談義、あと裏話なんかもねチラチラっと聞きながら進めていきたいと思っておりますの で、はい、でまず本日タイムテーブルちょっとチラッと見てみますけども、はい、最初にシニア部門、35歳以上の、ね、選手が出るシニア部門のラテアメリカンという部門でねスタートするんですけども、審査員の資格をお持ちの、今研修中でしたか、うん、あと1回で終わりますか。あと1回研修終われば、コロナで1年伸びていきます、うん、そうなんですよね、はい、公の審査になるっていう宮園先生にお尋ねしますけれども、はい、今回その深夜ラテンでは、はい、チャチャチャとパソドブレっていう種目でね、はい、2種目で競われるんですけども、はい、それぞれの見どころであったり、はい、こんなダンスを踊る選手が、まあ、勝ち残っていくと、良い評価されていくっていうような、はい、勝つためのヒントみたいなものはありますかね。はい、ですね、今回ラテン種目はチャチャチャとパソドブレで競われるということなんですけども、まあ、チャチャチャというのは比較的速いテンポで、うん、ラテン5種目の中でも非常にスポーティーな種目ではないかなと思っております。なるほど。それに対してですね、パソドブレというのは比較的男女のドラマみたいなものですね。男性はマタドールでですね、女性はジプシーであったりとか、フラメンコダンサーであったりとかですね、そういう男女の
ドラマですね、愛想劇みたいなものを表現できる、そういう意味でこのチャチャとパーソンというのは非常にこう、うん、違った意味で、うん、面白いかなと思っております。はい、でまあ、今回はまあシニアになっているということで、うんうん、まあ、シニア選手にはですね、やはりこうキラキラと輝いているようなダンスを踊ってほしいと思っております。なるほど、なるほど、はい、やっぱりそういうのを期待しちゃいますよね。そうですね、まあ、こう、はい、練習も難しいんですけども、はい、本番そういうキラキラ輝いたね、はい、踊りを見せてもらうと、そうですね、審査員としても嬉しいと、生き生きと踊っていただきたいと思います。見たいと、そういったものをね、はい、審査していきたいというですね、はい、はい、ありがとうございます。で、本日ね、審査員結構豪華なんですけども、はい、北海道代表するそうそうたるメンバーが審査するんですけども、本当です、ね、先ほどちらっと見ましたらね、本間俊博先生も審査員にいるわけじゃないですか。そうです、先生いらっしゃいますね。はい、はい、まあ、今日はメガネ姿でキリッとしているように見えますか。ああ、そうですか。普段はメガネしてないですか。そうですね、そうですね、はい、私もまあ普段ね、会議で会うときはメガネしてない本間先生ですけど今日は皆さんの踊りをしっかりと、しっかり隅々まで見るためにメガネ着用と、はい、そうですね、結構本間先生トークも楽しい。そうなんですよね、いや、ぜひね、本間先生にも今後ね、こちらに来てもらってコメントしてもらったら面白いかなと思うんですけども、もうそう思います、はい、ありがとうございます。で、まあ、豪華メンバーって言いましたけども、やはり現役の選手にとってですね、誰に審査されるのかっていうのも結構重要だと思うんですよ。なので現役の頃に素晴らしい成績を収めてきた選手が引退して研修積んで見る目養って審査員になったと、そういった審査員にいい評価をもらえるっていうのはやっぱり光栄なことなんですかね。そうですね、やはりとても光栄に思いますし、自分なんかですと、自分がダンスをやり始めた頃の、スター選手みたいな、方々が引退をされて審査を、審査になられて審査していただいた時に、いいってもらえるとすごく嬉しいし励みになりますし、逆に点もらえないとすごい落ち込みます。落ち込む、なるほど、なるほど、まあ、浮き沈み激しいそうですね、はい、まあ、踏み込んだ質問しますけども、はい、例えばね、今、はい、審査員、豪華なメンバーいたとするじゃないですか、ある審査員が、はい、審査しましたと、はい、で、松本先生も今後審査員になる、はい、正式な審査員になるとして、はい、松本先生の審査結果と、はい、別の審査員が審査したものが同じであることもあれば、はい、異なることもあると思うんですけども、はい、その審査結果を見たときに、はい、果たして選手はどういうふうに受け止めればいいのかと、まあ、非常に難しい、これ難しいです、ね、質問だと思うんですけども、まあまあ、少し踏み込んでぶっちゃけたことを言いますとですね、やはり審査員の先生もそれぞれ自分の審査基準の一番大事にしている部分というのがおそらくあると思うんですね、うん、例えば立ち姿、ポスチャー、まあ、姿勢みたいなのを一番大切にする先生もいらっしゃいますし、音楽性みたいな、ミュージカリティみたいなものを大切にされる先生もいらっしゃいますし、まあ、あとテクニック的な部分でもそうですし、あと何回か見たときにいつも同じ踊りを、例えば上手い選手でもですね、同じような踊りをもうしていたりしたらダメで、常にインプルーブしていくっていうか、見るたびに何かこう成長が見えるっていうのが大事なポイントだと思って、前見たときより今日いいぞみたいな、はい、なるほどなるほど、重ねていくっていうのが大事だと。そうですか、ありがとうございます、はい、次ですね、先ほども言いましたけども、はい、本間俊博先生が本日審査員になっているんですけども、はい、例えば、マリ先生が審査員だとして、はい、仮の話ですよ、はい、で、例えば、今日審査員だとして選手見たとするじゃないですか、あの選手いいなって思ったとします、はい、で、その審査結果、仮の審査結果ですよ、はい、それと本当の今日の審査員の本間俊博先生の審査結果が照らし合わせたとしたらどうなるのかなみたいな、ちょっと個人的に興味があるんですけども、バラバラになることもあると思いますね。バラバラ、あ、そうですか、なるほど、カップルでもやっぱり審査の観点が違うとかそういうことなんですかね、まあ、そうですね、大事にしてるものは同じだと思うんですけども、うんうんうん、やっぱりちょっとこう、うん、女性の目線から見て結果が異なることがあるかもしれないですね。なるほど、なるほど、これはなかなか興味深いですね。いや、興味深いですよね。どうですか、はい、松本先生、なんか思うことあります？自分、その男性の先生でも、うん、まあ、男性をメインで評価する先生も多分いらっしゃると思いますし、うんうん、
まあ、女性を見て評価する、うん、まあ、女性を見るっていうことは男性 の、 あのリードがいいから女性がまあ入るっていう部分もありますし、なるほど、まあ、カップルの総合的な部分も先生もありますし、うんうん、結構それぞれだと思う、ね、まあ、たくさんね審査員いますからそれぞれ価値観ね、はい、あると思いますけど、そうです、ね、例えば丸先生が今日例えば単独ジャッジで、はあ、マネ先生の采配で、はい、あの人優勝みたいな、うん、なる単独ジャッジだったらどんな感じになるのかなみたいなね、言っちゃけた質問になりますけどね、うん、結構その今日例えば今日はこの観点を重点的にしようとか変えたりとかします？あ、いや変える、もう常に一貫してるのか。そうですね、大体あの一貫してると思いますね、うん、まあ、一応競技ですから、うん、やっぱりこう見た感じ、立ち方、先ほど松本先生おっしゃったように、うん、あの立ち方とか、うん、スピード感、あとダイナミックさっていうのをやっぱり私は特に見たいと思います、うん、もちろんあの音楽に合わせて踊るものですから、うん、あのやっぱり音楽をいかに表現できてるかっていうのもやっぱり見たいと思いますね。なるほど。ただやっぱりそういうパフォーマンスを、うん、あのこう出すにはあの基本動作っていうものができてこそだと思いますので、うん、その辺も大切に。なるほど。はい。じゃあ今度はですね、まあ審査員としてだけではなくてですね、はい、コーチとして、はい、要は選手を指導して伸ばしていく、はい、そういったコーチとして指導していると思うんですけども、はい、選手に対してはどんな指導だったりとか、協議会こうしたらいいよとかっていうアドバイスとかありますか？はい、主にそうですね、自分がコーチする場合には、うん、まあ、ベーシックの基礎的な部分の土台部分の底上げみたいなものを、やらせていただいてます、うん、あの特にラテンってそうなんですけど、うんうん、結構バリエーションから入ることが多いので、そうですよね、かっこいいところですね、ほとんどベーシックを勉強する暇ってはなかなかなくて、うんうん、まあ、運動でいうと運動のまず量を増やして、運動量を増やして、うん、そこから運動の質みたいなのを多分勉強してくることになるかと思うんですけど、どうしてもバリエーション、自分のバリエーションだけ踊ってると限界が来るので、そういう意味でこうベーシックに紐解いて、なるほど、そこ上げをしてあげれば、まあ、全国にいてもですね、うん、世界に恥ずかしくないような踊りができるような教えを、なるほど、できたらいいなと思います。できたらいいです、はい、これからの目標です。マリ先生何かあるんですか？あの本当に松本先生が全部、うん、私が言いたいこと言ってくださったかなと思ってます。順番逆に全部あただやっぱりなんか今こう、そうですね、あの YouTube とかいろんなもので、うん、世界の踊りっていうのを見る機会が皆さん身近にあると思うんですけど、まあちょっとあのまあ、そのステップとかも皆さん真似たりとかすると思うんですけど、うん、まあ、その中でちょっとやっぱりアマチュアの方は間違った解釈をして踊っちゃうっていうのもあるので、まあ、そうした時に、そうですね、危険なところありますね、その時にやっぱり松本先生がおっしゃったように、うん、やっぱり基本的なものをやっぱりしっかりと確認してあげるっていう作業を私たちはしなきゃいけないのかなと思ってますし、まあ、私女性なので女性の観点から、うん、まあ、競技に出た時にいい印象をこう見てもらえるように、うんうん、まあ、セットの仕方、メイクの仕方、ドレスとか、ね、やっぱりそういうところもね、うん、あの細やかに見てあげたいなと思ってますね。わかりました、ありがとうございます。確かにそうですよね。いや正直私に髪の毛どうしたらいいのって聞かれても困っちゃうんですよね。女性がね、女性のコーチ目線って言ってね、まあ、目的地に送り届けるというコーチっていう、ね、意味もあるみたいですから、貴重なアドバイスありがとうございます。さあ、まもなくですね、あの実際の競技開始されますので、じゃあ一旦ここら辺で、はい、あの中止、一時中止ということで、はい、後ほどまたコメントいただきたいと思います。はい、後ほどまたよろしくお願いします。ありがとうございました。さあ、先ほど準決勝が終わりましたね。はい、フロアがね、広くて伸び伸び踊って楽しかったんですけど、どうですか皆さん？そうですね、久しぶりの大会って言葉に、うんうん、伸び伸び楽しんでいらっしゃるんですかね、うんうん、はい、そうですね。まあ、これからの決勝に進出した選手の背番号がコールされるというシステムになっているんですけども、あの従来はあの審査結果を紙でね貼り出してやるんですけども、今回それやるとその周りにこう選手が我こそはってこう集まってきて密になってしまうので、今回それやらずに直接コールをされると。だから自分が決勝進出しているのかどうかはまだわからない状態でスタンバイするわけですね。これあの海外の競技会ではこのスタイル多いと思うんですけど、松本先生どうですかね？はい、そうですね、海外の大会で自分も経験したことありますけど、うんうん、これ慣れが必要で、うんうん、あのちゃんと聞いてない時に動画してしまいやすいんですけども、そうですね、ドキドキ、うん、ドキドキ感がね、うん、ずっと あっていいと思います、うんうん、まあ、残念ながら落ちてしまった場合がっかり、着替えて
準備したのにがっかりってことになると思うんですが、まあ、いいと思うのは、あの最後の最後まで希望を持って、フロアのところまで、来れるっていうのが非常にいいと思いますね。張り出しテストの見た瞬間にあのもう落ちたのが分かってしまってですね、そうですよね、控え室に戻ってあの着替えたりメイクを落としてる間に、残った選手がですね意気揚々とアップしてるところを見ると、非常になんか惨めな気持ちになってもう二度とこんな悔しい思いしたくないぞと、なんか全日本とかですね海外の大会とか経験したことありますが、それはそういう思いをせず希望を持ったままフロアに落ちても落ちないふりをしてフロアの袖で競技を見るなんてこともなるほどね、なるほどね、いますよね。まあいい方に書いてあったんですけどね、まあ、海外の教育はねそうですよね、まあ、背番号引くにしても英語ですから、はい、聞き逃さないように別の集中力がいるみたいな、ね、そういうのは、まあ、結構今度はダンスのちょっとしたこうハプニングみたいな話をね、はい、聞きたいんですけども、なんか松本先生そういうハプニング系なんかありますかね。なんかそういう、コールされる大会で、なんか喜びすぎてジャージー脱ぎ忘れたもん、フロアに入った選手がいるって話は聞いたことあるので。そうですか、はい、脱ぎ忘れて息をよと入ってたら、はい、そうですね、ジャージだったと、ジャージのままなかなかね、驚きですね、はい、まあ、私も笑ってますけど、教育会でズボン忘れてきたことあるんですよ。すごい、あれはね、やばかったですね、本当にね。ズボン忘れてしまった、まさか裸で、いやいや、さすがにね、さすがにそういう問題ですけども、まあ、今だったらショップとか入るから買うっていう選択肢もありますけども、その時はねパートナーに家に帰って取れに戻ってもらってギリギリ間に合ったみたいな、ね、間に合ったんですね、ハプニングありましたよ。忘れましたね。まああれはね、まあ、街中のスティーブホール、あー、スピーカーもうないですけど、スピーカーでやった毎日会かなんかの懐かしいですね。先生、まあ、そのバリバリの時にズボン忘れたんですね。そう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 、新人特殊なくて、新人特殊なくてもう決勝行くぞみたいな時にズボン忘れた時ですね。なのでやっぱり前の日にちゃんとチェックしなきゃなんですよね。両方決勝入っての時ですよ。教育会にはね魔物が住んでるって言いますから。恐ろしいですね。まるで何かありますかね。いや私は特にそのまあ忘れ物はなかったような気はするんですけど、うん、しっかりしてらっしゃる。いやいやいや、そんなこともないんですけど、ね、うん、まあ、でも大会中にやっぱりなんかこう、うん、そうですね、ちょっと出場前にちょっと話が止まらなくなって、話それはハプニングですね。結構ハプニングですよそれ。あとはですね、ラテン踊っててる時にやっぱりみんな白熱してますから、やっぱり男性の手がガンって顔顔面に当たって、涙がちょちょ切れそうになったこともありますが、あ、まあ、それはみんなもうね、本間先生が俺の周りに何するんだみたいな、それはないです。もうひたすらなんかもういやでもね、当たった本人、相手もね、もう白熱してるから誰に当たったか分かんなくなった時もありますよね。そうですね、白熱してますから、ね、でもちょっと覚えてたりします。後であいつがまあでもね、いろいろありますよね、やってみないと分かんない、まあ、それも競技の楽しみの一つでもあると思います、ね、まあ、そうですよね、うん、まあ、あとヒールで足踏まれちゃって、おーおーおー、準決勝の時ですね、で決勝にせっかく残ったのに、うん、あ、棄権しなきゃいけないと思ったこともありましたけど、まあ、でもちょっとやっぱりアドネラリンも出てますから、うんうん、まあ、なんとか踊りました。踊れた、それはすごいです、終わったらもう晴れてたとか、いや、ありましたね、いや痛々しいですね。でもやっぱ一番怖いのは鼻血ですね。鼻血ですか。踊ってる最中もう今回もう動けないですよ。いや大丈夫です、止めてから、はい、今ならねマスクしてるから、あ、そうですね、鼻血出てもバレないと思います。まあ、そういったハプニングもね、教育会の醍醐味というか、そうですね、うん、まあ、ない方がいいですけど、ね、本当に予期せぬことってたくさん起きますよね、うん、あります、あります、ね、まあ、その辺をね、観客としてもね、見る楽しみがありますよね。あー、あそこ危ないぞとかね。そうですね、うん、ドレスの靴脱げたりとかね。靴脱げたりとかね、それありますよね。あとはなんていうか、女性のケープというか、ヒラヒラしたやつがちぎれちゃったりとかするので、踏みそうになってもヒヤヒヤしながら、ね、そうですね、踊りよりもそっちの方になってみることありますよね。あとなんか男性のボタンがついてるような衣装があると、はいはいはい、女性の飾りとかがもう、ああ、あります、あります。引っかかって取れなくなるとかってたまにあるんですよ。ありますよ、私もありました。ありました。で本来離れてお辞儀するはずが、はい、出るときプロムナードクッションでこうやって靴玉も出てくるありました、ありました、懐かしいですけどね。
まあいろいろありますよね、教育はね。まあでもそういったのもやっぱり教育があってことですから、なかったらそんなハプニングなんですから、いろんな意味で楽しめるかなと思いますね。さあもう少しでね、コールされますから、その辺はね、楽しみまた完成してみたいと思いますので、後ほどまたよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあここからですね、シニア A 級スタンダードが始まるわけなんですけども、 C 級と比べると選手のレベルも上がりますので動きが大きくなるんですね。そうですね、皆さんキャリアも長いですし、久しぶりの競技会ということで元気ではつらつ、ダイナミックな踊りが期待できると思いますよ。はい、ありがとうございます。動きが大きくなるということで、他の選手のニアミスも発生する、ニアミスが出てくるんだと思います。ニアミスといえば、本日ね、感染拡大防止の観点からですね、基本的にフロアの上には最大6組っていう制限かけて踊るわけなんですけども、それでももしかしたら A 級選手で入ってくるとニアミスが起きるかもしれないと。まあコロナ禍にあってはですね、そういったニアミスを防ぐためにも、フロアクラフトといって、このね、ダンスフロアの上で要はステップをどの方向に踊っていくかとか、人がいるから向きを変えようかとか、ぶつからないようにしたり、逆に先ほどね、拍手を送ったら我々に向かってこうアピールしてくれた選手とかね、いたじゃないですか。まあそういったまあフロアのね、使い方、まあそういったことをフロアクラフトってとかね、よく使うんですけども、それがまあ今まで以上に重要になってくるのかなと思うんですけども、まあ先生どう思いますか、フロアクラフトとか。あ、そうですね、基本的にまあ男性任せになると思うんですけれども、まあ女性はまあ男性ってやることたくさんありますよね、フロアクラフト、あと次のステッパーなんだろう、リードで、女性はその分少し余裕があるので、まあ女性なりにこうできることもあるんじゃないかと思いますね。なるほど。なんか具体的にありますかね、こんなことやると良くなるよとか、アドバイス的なもので。そうですね、やっぱり男性が前向いてるとき女性後ろ見てますから、そうですよね、こう接触しそうなときにちょっとさりげなく合図を送るとか、あとやっぱりそうですね、いつも練習通りの順番とはならなくても、やっぱりちゃんとついていけるとか、まあそういったお手伝いをしてあげたいっていうのが女性の役目でしょうかね。なるほど。あとはそうですね、普段よりもちょっとなんか動きが足りないなと思ったら、なるべく練習通りに近いようにちょっと促してあげるとか、まあ全てにおいてさりげなく、さりげなく、はい、お手伝いしてあげたいと思いますね。そんなこと考えてますね。パートナーにもですね、させてあげたいですね。あ、パートナーに聞かせてあげたい。はいはい、現役の時にできればもうね、引退しましたからね。でもね、今からでも遅くないですよ、先生。例えば現役ね、復活、まだ正式に審査員になってないから、現役復帰するとか、まあ、あとプロシニア戦とかね、OB 戦あるじゃないですか、はい、あれに出るとかね。そうです、そうです。ぜひ出てほしいですね。松野先生、まだ若い。まず体絞ることから。、帰りに海鮮丼食べて帰ろうかな。やめといた方がいい。あ、やめますか。いや残念だな。せっかくだからね、帰りに美味しいね、お寿司でも松本先生におごろうかなと思ったんですけど、まあダイエットね、すんなら残念ですね。まあ仕方ないですね。撤回します。いや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 、いや残念だ。撤回します。という、まあ、冗談も交えてやってますけども、まあこれからのね、フロア直接フロアね、ズームして映すシーンあんまり撮らないんですけど、今回は、はいはい、まあそういったフロアクラフト、先ほど言ったようにね、ぶつかるのを回避したりですが、まあ上手い人ってそもそもぶつかんないんですよね。やっぱり未来が見えてるというか、ここに人来そうだなとか、空いてるところを狙ってこう行くような、そういったのを審査してても思いますよね。あ、上手いなとか、逆にあ、ぶつかるなとか、自然体でこう、だったらだいぶ踊りやすいと思うんですけどね。そうですね、結構広いですよ、はい、今日の会場ね、伸び伸びで踊ってる感じもしますから、うん、フロアクラフトで何か失敗したことありますか。フロアクラフトの失敗は僕は結構多くてですね、うんうん、あ、そうですか。はい、うん、結構ですし、まあ基本こう、うまく避けていくタイプと、あえてそこにとどまって、存在を示してくれる感じの
あると思うんですけど、うんうん、存在を示したところ、うん、めちゃくちゃぶつかられた気がする負けだと当たり負けしたみたいな EP で人がいなくなるまで、うんうんうん、待ってよってしたらめちゃくちゃぶつかられた修復できなくなる、はい、なるほどね。いや結構ねありますよそういうの。で止まってるとなんか肌から見たら 2,3 秒なのに本人からしたらやばい10秒ぐらい止まってんじゃないかって不安になったりとかね。避けるのも技術のうちって言われてますけど、うんうん、避け方みたいなあまり避けることばっかり考えちゃうと思うんですけど、うんうん、やっぱ避けることで技術を見せるみたいなところもあるじゃないですか。昔イタリアの選手で、はい、クイックステップかなんか踊ってる時に人がいるからって言ってホールド離してこうやって、はい、見る子でしょ。そうです確かに。なんか離れて通り過ぎてまたホールドしていくんけどもね、あれまあルール上どうなのか分かんないですけど、あれ多分見る子だから大丈夫だね、まあ、周りは盛り上がりましたけどね、うわーってね、まあ、そういったこう競技会を沸かせるねそういったことをね楽しみかなと思いますけどね。さあこれからねシニア A 級始まりますけど、まあ楽しんで我々も拝見して応援したいと思いますので、また後ほどお送りいたします。座席の消毒をお願いいたします。はい、はい、さあこれからいよいよ前半戦の表彰式なんですけれども、ここ一番ドキドキしますよね、はい、そうですね、うん、決勝に進出するだけでも嬉しいはずなんですけども、うんうん、やっぱり1位か6位の中でより良い成績が取れると嬉しいですよね、うん、そうですね、ね、まあ、1位と、ね、6位じゃ、まあ、決勝に進出だけど、まあ、全然、ね、違う結果になりますからね、まあ、昔の話になっちゃうんですけども、はい、本間先生がですね、はい、現役の頃に、はい、ある競技会の表彰式で、はい、第何位本間俊博、本間マリ組とかって言われ発表されるじゃないですか。そしたら、ちくしょーって言うその表彰式に出てったのはね、見たことあるんですよ。そんなことあったんですね。やっぱりね、勝負かけてね、まあ、当然優勝を目指してって、一個でも順位上をってね、目指すっていうプロのね、意気込みをね、感じた経験でしたね、それね。意外に熱い一面を持ってるということで。普段の本間先生からちょっと想像できないですけどね。すごいですね。狂気なんで、うん、そういう気持ち大事ですよね。そうですね。はい、ありがとうございます。うん、なんかその表彰式に順位とかね、はい、そういうのに関してなんか思い入れとかありますか？順位に関してはですね、うん、まあやっぱ常に競技選手誰しも上を目指してやってると思うんですけども、うん、自分の目指していたところより低い評価をされてしまった場合、うん、やはり我々のダンスっていうのは品格みたいなものが重視されますから、うんうん、やはり先ほどの本間先生のように畜生というのはいかがなものかと。まあ裏ですからね。裏でよく順番に発表されたら健闘をたたえてね握手しながらこう仮に下の順位だったとしても上の順位の、ね、選手にお疲れ様みたいなねおめでとうとかってやるじゃないですか。ああいうのは微笑ましいですよ。そうですね、うん、スポーツマンシップって側面もありますので、はい、あと発表される順番が要は1位から6位まで決勝になって6位から順番に発表されるのと、はい、いきなりドーンと1位が発表されるんですよ。たまにその大会によって違うじゃないですか。ああいうのどうですかね。その先に発表されたんですか自分の順番は。ですね、上の順位として自分が1位か2位かを競っているような状況であれば下から取れた方がいいですけど3位まで行って残り2組自分ともう1人みたいなどっちなんだみたいな。それではお待たせいたしました、はい、これより前半戦の成績発表を楽しみ表彰式に行かせていただきます、はい、よろしくお願いします。さあ今後半の、ね、表彰式も終わりまして、まあ、本日ね、久しぶりの競技会だったところなんですけども、無事にね、事故やトラブルもなく、トラブル、まあ、ゼッケンで付け間違ったトラブルがありましたけども、まあ、そういったちょっとしたハプニングがね、ありましたけども、まあ、怪我人とか、そういう病気もなく、無事に
協議会終了しましたけども、松本先生、本間先生、今日は貴重なお話ありがとうございました。またのね、またの機会もぜひね、よろしくお願いします。こちらこそありがとうございました。貴重なお時間またよろしくお願いいたします。こちらこそありがとうございました、はい、最初は緊張してうまく喋れるか心配でしたけど、やってみると楽しかった。いやそうですよね。いや依頼した時も、ね、そんなようなことをおっしゃってましたけどやってみたらね、もうどんどんトークで弾む感じでよかったと思います。まあ、今日はね、シニアダンス協議会ということで、次回は来月10月11日日曜日、また同じこの小樽市の、ね、稲北コミュニティセンターで開催されるんですけども、今度はですね、あの全道アマチュアダンス協議会という名前にしてアマチュア選手の、協議会を開催します。この大会も無観客で開催されるんですけども、またこういった形で解説動画、お届けする予定です。今日はね、東京の方では JBDF 東部が、オンラインのねライブ協議会なんか実施したみたいなんですけど、ね、そうですね、トップ選手もいっぱい、そうですね、その辺のやり方も聞いて、いずれはね北海道でも、そういった実況中継なんかを交えた状態で、送っていきたいなと思いますけども、今度来月ね、はい、アマチュア協議会ということで、はい、松本さん、なんかシニアとアマチュアの違いとか、なんかその辺なんかありますかね。はい、単純な年齢的な部分っていうのが、大きいと思います。アマチュアになりますと、学生の競技選手、ジュニアとかの選手も出てきますし、また今日とは違った感じでですね、フレッシュな踊りが見えます。ほとばしる汗と言いますかね。ほとばしる汗、そうですね。でですね、最近の学生のダンサーのレベルって非常に高くなってきてると思うんですよ。いろんな情報が、YouTube ですとか見れますし、選手の踊りも見れますし、自分らの時は VHS、また懐かしい、ね、ビデオテープですよね。スニーキレオの、いや、そうですよね。テンポも変えられないしね。それをダビングで、薄くてスレスレの、今すごい画質で見れますし、非常にレベルが上がってるし、北海道の学生レベルが非常に高いと思うんですよね。それでは非常に楽しみにしてます。周り先生どうですか、アマチュアとシニアの違いなのか。そうですね、やっぱり松本先生が全然やってくださったので、そうですね、また若い力をこうね、見てみたいなって思いますね。いや、だからそれを励みにする選手もいるって聞くんですよ。学連から1チェックでも奪うぞみたいな。順位にしても予選でもね、同じ年代の人と競うのももちろんそうですけど、若い選手と競ってまだまだ負けないぞみたいな、素晴らしいです。そういった意気込みもある選手もいるって聞きます。実際そういうスピードがある中に入ると、自分もこうそういうふうにこう高まっていく部分ってありますよね。そうですよね、はい、ハイレベルなところのそばで踊るっていうので、いや、一個思い出しました。そういえば昔ね、日本武道館で日本インターで、はい、大会あるんですけど、それにスタンダードで北海道の、ね、代表選手選抜されて出場する権利があったときに、その当時の世界チャンピオンがミルコ・ゴッツォリー組だったんですよ。で、同じヒートだったんですよ。同じヒートで、果たしてどのぐらい違うもんかと思って、同じすぐそばで始めたことあるんですよ、バルディで。ナチュラルターン踊るじゃないですか。ビデオ撮ってもらった後で見たら全然違いました。もう自分がこの辺にいたときですね、ビューンってこう、いや、でもいい意気込み、最初の、意気込みはね、あったんですけど、もう、全然違うなっていうのを実感したっていうのね、そういったこうレベルの違いをね、生で感じるっていう意味でも、年齢差があったとしても同じフロアで踊るっていう、そういう勝負を見るのも面白いのかなと。そうですね。なので来月もね、10月11日もそういった形で、できれば将来的にはね、踊ってるシーンもちらっとこう動画をね、ワイプなんかでも入れたりとか、たまに画面をパッと切り替えたりとかして、そういう臨場感をお伝えして、なおかつ将来的にはね、将来的な話ばっかりしてますけども、ぜひね、松本先生トークうまいんで、選手にインタビューとか、例えば、練習終わった後に今日調子いかがですかとかね、
そういったこうインタビューをしてみたりとか。斬新ですね、うん、ぜひインタビューはやらせてください。優勝した後にインタビューしたりとか、はい、おめでとうございますとかよく野球のケースあるじゃないですか、はい、優勝インタビュー、はいはい、あんなのもやってみたら、まあありましたけどね、他のテレビ局の番組でインタビューするのがあるんですけども、それの北海道版ぜひねやってほしいなと思いますけど、はい、どうですか、そういう、いや、いいと思います。トーク上手いですからね、そもそもね。そうですか。いや、だって、ま、YouTube チャンネルもやってるし、何でしたっけ、あのチャンネル名、まあま、松本チャンネル松本チャンネル、松本先生ね、自分で YouTube もチャンネル持ってるんですよ。登録者数、まあ、そんなところでね、少ないって、ちょっと停滞してるんです。まあ、こんな感じで今後もね面白い番組ができそうなんで、まあ、この番組初めてやりましたけど、まだあの番組名もないので、ぜひねご覧になった方、番組名とかね、もしあのコメント欄なんかにもいただければそれ参考にしたいなと思いますし、またねチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたしたいと思いますので、本日はこのぐらいにしたいと思います。皆さんどうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。それではさようなら。